今回は元々氏の方にインタビューするわよ。ごとって機械とか使って不正に大当たりさせるやつでしょ。その通りよ。そいつ半グレなのだ。今はどうでしょうね。そこも含めてインタビュー行ってらっしゃい。毎回僕に押し付けるんだから。闇の外も。こんにちは。はい、こんにちは。なんてお呼びすればよろしいでしょうか。名前いります？一応ニックネームとか。じゃあ山ちゃんで。健造じゃないんだな。健造じゃないですね。では早速なんですが、はい、山ちゃんがやってたことについて教えてください、うん、自分がやってたのはジャグラーですね。ジャグラーって言ってもたくさんありますけど、4号機の時代のやつですね。初代北斗とか吉宗があった時代の5号ジャグラーね。となると結構昔っすね。そうですね、はい、もう結構古いです。20年ぐらい前ですかね。いやそんな経ってないか、18年ぐらい前かな。どんな感じでやってたのだ。まあ結構ね、説明するの難しいんですけど、まあ、当時体感機ってやつが主流で、まあ、スロットの子役や当たりの周期と同期させていって当たりを探るっていうやり方ですね。ちょっと何言ってるかわかんない。まあ、ですよね。なんか紙とかペンないですかね。なもんねえよ。買ってくるからちょっと待ってろよ。わかりました。闇の外も。でちょっと書きますね。何かを書き出す犯罪者。なんだこれ。まあ、ちょっと子役の並びとかゾーンの幅はちょっと忘れちゃったんで適当なんですけど、まあ、こんな感じで子役や当たりが並んでると想像してください。ほうほう。でこの円の上を時計の針が一定の速度で回ってると仮定してください。うん。これを周期と呼びます。でその機械を使うことによって今自分がどのゾーンにいるのかっていうのが分かってくるんですね。ハズレのとこにいるとか、ブドウのとこにいるなっていうのが分かってきます。じゃあブドウのところに合わせたらずっとブドウが揃うってことなのだ。そう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 、簡単に言うとそういうことですね。それで具体的にはどうやって操作するのだ。まずボタンが3つあるんですけど、発射ボタンとプラスボタンとマイナスボタン、この3つを操作します。発射ってなんだ。電波出すの。いや電波じゃなくてレバーオンですね。体感機って、まあ、その機械を使うごとって手でレバー叩かないんですよ。まあ、普通はメダル入れてで、レバーオンしてリールが回転すると思うんですけど、体感機はそのレバーにですね、あゆ釣りを細い糸引っ掛けて発射ボタンを押すと、ソレノイドっていう、まあ、ピョコンって動くミニ四駆のモーターぐらいの大きさの機械があるんですけど、それが動作してレバーオンでリールが回るっていう感じですね。でも手使わないでリール回転したら怪しさ満点じゃない。うん、そうですね。だから発射ボタンと同時にレバーを叩くふりをするんですよ。なるほど。片方の手でボタンを操作して片方の手でレバーを叩いてるふりをするんだな。いや足っすね。足だと。はい、ボタンを全部足の指で操作します。自分の場合は、左の小指にマイナスボタンで、親指にプラスボタンで、右足の親指に発射ボタンをつけて操作してましたね。さっきソレノイドっていうそのレバーをオンする動く機械があるって言ったんですけど、まあ、それに糸をくっつけて、ズボンの中に隠してですね、で膝のあたりに小さい穴を開けて、そこから糸を出してレバーに引っ掛けて操作するって感じです。器用なもんだな。そうですね。配線とかも全部足にテーピングで貼っつけてめっちゃ練習させられましたね。で子役の配置も全部頭に叩き込んで、レバーの叩く振りからボタンの操作までもう現場出るまで毎日練習っすね。練習させられただと。そうですね、タコ部屋で。その話後で詳しく聞かせてください。わかりました。それでプラスマイナスボタンは何に使うのだ。まあ、それはプラスとマイナスのボタンは簡単に言うとその周期の速度調整ですね。さっきジャグラーの周期合わせるって言ったと思うんですけど、そのジャグラーの周期を仮に速度100として時計の針がぐるっと回ってると仮定して、でその体感機の周期をジャグラーのその周期の速度に合わせていくっていうイメージです。まあ、体感機にも時計の針が回ってると考えてください。なんとなくイメージできてきたぞ。で周期がだいたい合ってくると、さっき言ったようにブドウのゾーンに長い時間とどまることができるって感じですね。まあ、正確に言うと、まあ、そこから少しずつ動いていって連れていくんですけども。なるほどな。それでどうやって大当たりを狙うのだ。
プラスマイナスボタンにその周期の速度調整の他にですね、コマ送り機能っていうのがあって、今いる自分のその例えばブドウのゾーンにいたとしたら、そこから少し前にずれたり後ろに戻ったりっていう操作ができるんです。なるほどね。まあ、例えば今ブドウのゾーンにいるとして、で当たりはその少し先隣にあるので、少しコマ送りすれば当たるって感じですね。で仮に送りすぎてリプレイまで飛んでしまった場合は、マイナスボタンでまたこっちに戻ってくると、そういう感じで当たりを探っていきます。微調整していく感じなのだな。そうですね。だから頭の中に子役の並びを完全に叩き込んでイメージしながら探っていく感じですね。結構面白そうだな。最初は本当にマジ意味わからないですけど、分かってくると周期合ってきたぞってなって面白いですね。犯罪者で草手下周期ってジャブラーなら全部一緒なのだ。子役の並びは一緒ですけど、まあ、台によって周期の速さが全然違うなって感じたので、まあ、実際の構造上というかシステム的にどうなってるのか分かんないですけど、体感的にはもう台によって周期の速さが全然違うので、座る台によって毎回周期を探っていくって感じですね。合わせるの難しい台とかあった？ありましたね。なんか全然今自分がどのゾーンにいるかつかめないっていうか、まあ裏基板入ってる台だと周期合わせられないんで、多分裏物だったんでしょうね。それは裏物とか普通のパチ屋にあるもんなの？まあそうそうないと思いますけど、実際にはありますね。まあ、パチンコの裏物なら打ったことあるんで、まあ打ったことあるというか打たされたというか。そこら辺の話も後で詳しく聞かせてください。なんだいきなり。いや、そのパチンコの裏物で思い出したんですけど、面白いエピソードがあって。後で聞かせろな。それではここからはなぜ五都市になったのか、五都市のタコ部屋エピソードについて詳しくお聞きします。闇の砂門、山ちゃんが五都市になったきっかけは？そうですね、きっかけ、最初は、さっきのあのパチンコの裏物打ったって話かな。最初のきっかけといえば、一般人にはどの台が裏物かなんてわからないと思うけど。そうっすね、わかんないですよね普通は。どうやって知ったのだ？まあ、当時19か20歳くらいだったと思うんですけど、まあ、友達の紹介でデリヘルの送迎してたんですよ。でお前どうせ暇ならやってよみたいな感じで、でまあいいよってことで、もう日給8000円だったから。でやっぱそこ薬剤屋さんなんですよね。そのデリの経営者が？そうです、はい。でそのうちあのデリヘルのスカウトもやらされるようになって、まあ、そのうち気に入られて、まあ、構成員になっていくわけですね。おめえヤクザだったのか。いや、正式に杯もらったわけじゃないんで、まあ、準構成員みたいな感じですかね。見習いみたいな、まあ、使いっぱしですよただの。まあ、って言っても一瞬ですよ。もう1年もしないで飛んだんで。そのヤクザにパチンコの裏物を打たされたのか。そういうことっすね。どんな流れでそうなったの？まあ、ある日その直属の兄貴みたいな人に、お前どこどこのパチ屋の海物語の何番台で打ってこいって言われて、いやいいっすけどなんすかって聞いたら、今から言う手順携帯にメモれって言われて、へそに、3発入れて15秒待ったら今度2発入れて、また何秒経ったらなんちゃらかんちゃらって説明されて、もうちょっと手順は完全に忘れちゃいましたけど、まあ、とにかくその手順通りにやれば確変大当たりが引けるから5、6万抜いてこいって言われて行ったんですよ。嘘だろうと思ったんですけど、まあ、しょうがないから行くじゃないですか。でまあ指定された台に座って、まあ、その手順でやったらマジで確変で当たったんですよね。カニだったかな確か。もううわマジかよと思って、まあ、6万ぐらいですね換金して持って帰ったんですよね。本当にあるんだな、そういうの。あるんですよね。まあ、あれはマジで衝撃的な体験でしたね。店員もグルなのだ。もちろんそうですね。まあ、その基板仕込むのに台開けなきゃいけないんで、まあ、店員が全員知ってるわけではないと思いますけど、まあ、どの店員がこっち側なのかも俺も分かんないですけどね。ほえー、そんで山ちゃんの取り分はいくらだったの？いくらだったかな、確か5000円とか6000円とかだったと思います。安すぎねえかい？まあ安いっちゃ、まあそうですね。まあ店員もグルなんでね、まあ、パクられるリスクがない状況での、まああれなんで、まあ1時間そこらで終わるし、時給換算したらいい方だな。そうですね。で、それが初めてのことの経験だと。そうです。そっか、
それでジャグラーのことは行き始めたの？ジャグはね、それから数ヶ月後ですね。その薬剤屋さんのところで？いや、全然違うところですね。まあ、薬剤屋さんは1年もしないうちに飛んだんで。なんで飛んだの？まあ、いろいろあるんですけど、まあ、そもそも別にね、その世界に憧れたわけじゃないし、自分みたいなね、下っ端がボコボコにされてるのを、ま、目の前で見たりしてたんで。それってどんな状況？それはですね、まあ、正月に組長の家に集まって飯食ったり麻雀してたりしてたんですけど、みんなで。で、そこでいきなりですね、自分の兄貴的な人が経営するキャバクラの黒服やってたやつがいるんですけど、そいつがボコられたんですよね。なんでボコられたん？理由はよくわかんないんですけど、なんかいきなりバーベキューソースぶっかけられてですね、土下座してすいませんすいませんって謝ってるのに容赦なく踏みつけてマジで引きましたね。あれはアウトレイジの世界だな。いや、だから本当に意味不明だなと思って、こんなところにいられないと思って。それですぐ飛んだの？まあ、その日は自分は穏便に過ごして、組長からお年玉3万円もらって飛びましたね。へえ、景気いい組長だな。いや、自分はびっくりしたんですけど、まあ、下っ端連中みんな3万円もらいましたね。まあ、って言ってもその金は企業射程っていうか、肩木が経営してるデリヘルの社長が全部払ってるんですけどね、そのお金は。山ちゃんが送迎やスカウトしてたデリとはまた別のお店ってこと？そうです、別のお店です。だからそのお年玉は組長のお金ではないんですよね。なんで下っ端なのにそんなこと知ってるの？下っ端だからじゃないですか。下っ端なりにね、皆さんの愚痴が溜まってると思うんで、いろんな話入ってくるんですよね。そういうもんなんだな。闇の外も。それで飛んでどうなったのだ？どうなったっていうか、まあとにかくもう地元には入れないんで、まあ、とりあえず関東で仕事探しましたね。どんな仕事にありついたのだ？だからそれがジャグラーのことっすね。仕事じゃなくて草、どうやって探したの？当時闇の職業安定所ってサイトあったの知ってます？聞いたことあるぞ。そのサイトで集まった男たちが女性拉致ってキャッシュカードを奪って殺した事件あったな。あ、そうなんですね。それ知らないですね。まあそのサイトにゴトの求人が当時いっぱいあったんですよ。でとにかく早く地元を離れたいから、まあ、適当に見つけた求人にアポ取って面接に行ったんですよね。それがジャグラーのゴトのタコ部屋だったってこと？そういうことですね。まあタコ部屋って言ってもそんなひどいもんじゃないですよ。まあ小さめの 2LDK のマンションで、一室は、吉宗とジャグラーの台が置いてあるゴトの練習部屋で、あとは寝床とちょっとしたリビングって感じですね。それは東京で？いや、埼玉っすね。そこに何人で住んでたの？何人だったかな。まあ俺みたいなうち子が5人か6人寝泊まりしてて、あと管理者みたいな偉い人が2人常時絶対いましたね。あとはそこに毎朝通いでくるうち子がさらに5人ぐらいいたかな。結構いるんだな。うん、あとそれから運転手も毎朝事務所に出勤してきましたね。運転手だと？そう、免許持ってないうち子もいるんで、そういうやつにはうち子1人か2人につき運転手1人つくんですよ。なるほどな。それも闇バイトで集まった人なの？そうだと思います。運転次第は誰が払うの？うち子っすね。レンタカーが必要な場合はレンタカー代もうち子が払いますし、1ヶ月とかの長期で車借りてきて事務所の近くのコインパに止めとくんですよ。運転手の日当はいくらなのだ？1万円ですね。それなら普通に働いた方がいいような。普通に働けないからそこに集まってくるんじゃないですか。まあそうか。じゃあここからはごとしとして現場に出るまでの話を聞かせてください。まずですね、まあ吉宗かジャグラのどっちで稼いでいくかっていうのを決めるんですよ。まあ、自分で決めたんだか決められたんだかちょっと忘れちゃいましたけど。どっちが稼げるのだ？まあ、それは断然吉宗ですね。まあ、吉宗はビッグ1回で711枚だし連チャンもするでしょう。でもボーナス引いた時でかい音するし、周りの客も注目するわけですよ。だから店側の警戒もかなり強かったんで、リスクはね、ジャグラーよりも全然高かったですね。でも逆にジャグラーは A タイプだから連チャンはしないし、今のジャグラーみたいにね、ガコーとか言って当たった時の大きな効果もなかったし、
ゴーゴーランプがね、ピンク色にペカッと光るだけで、ひっそりできましたから。それとね、あの道具のリース代を毎日払うんですけど、ジャグラーが3万円で、吉宗が確か5万円でしたかね。リース代とは何だ？そのごとの組織に払うお金ですね。まあ、仕事終わって、事務所に帰ってきたら、その日の上がりを一旦全部偉い人に渡すんですよ。で、翌日そこからリース代を引かれた分が給料としてもらえるんですね。そういう感じか。でもその日にリース代だけ渡せばいいと思うんだけど。まあ結局自分が手にする金額は一緒ですけど、まあ、精神的にというか支配するためというか、なんつうか、給料として毎日手渡されると事務所から給料もらってるという感覚になるんですよね、不思議と。で、まあ、自分が捕まるリスクを犯してパチ屋から抜いてきた金なのに、翌日お金もらうときになぜかありがとうございますって言っちゃうんですよ。なるほどな。おかしいですよね。リース代だけポンと内子側が毎日渡してると、俺たちが稼いでやってるって感じになって、主従関係がうまくいかなくなりそうだもんな。そういうことですよね。それで山ちゃんはジャグラーでやっていくことになったと。はい、ジャグラーで。練習はどんな感じなのだ？練習は先輩ごとしがみんな出払ってからだから、朝の9時とかから始まるんですけど、でそのさっき書いたあの子役の並びが書いた紙が台のところに貼ってあって、まず周期を合わせる感覚を養っていくんですね。結構難しいのか。最初は本当意味不明ですよ。周期が合う感覚っていうのはどんな感じなのだ？ジャグラーだったらまずブドウですよね。ブドウが連続で5回とか揃えば、ああ今ブドウのゾーンに滞在できてるんだなと、要は周期が体感期と台の周期が合ってきたんだなという感じですね。ずっと一人で練習するのか？いや、事務所に常駐してる偉い人も元ゴリゴリのごとしなんで、その人が教えてくれますね。子役の揃い方を見て、周期が遅いとか早いとかアドバイスくれて、で、まあ、だんだんと感覚が分かってくるんですよね。で、周期が合わせられたら、で、その偉い人がね、体感期の周期をまためちゃくちゃにいじって、そこからまた自分で合わせにいけるのかっていうのをひたすら繰り返す感じです。かなり難しそうだな。まあ、最初はやっぱかなり難しいですよ。でもね、やってくると不思議なもんでだんだんと分かってくるんですよ。周期が合わせられるようになったら次はどんな練習をするのだ？次はね、そこから当たりを探る練習ですね。まあ、さっき言ったコマ送り機能があるって言ったと思うんですけど、プラスマイナスボタンのね。そうです。で、まあそれを使って前に送ったり後ろに戻したりして探るって感じですね。当たり探るのもそれもやっぱり難しいのだ。いや、これはね、周期さえ合わせちゃえばそんな難しくないですね。まあ、ジャグラーは基本ブドウのゾーンを探して、そこからちょっとずつボーナス側にコマ送りしていけば当たるって感じなんで。そっか、ブドウの隣に当たりがあるもんね。そうですね。でもね、これがね、丁寧にちょっとずつコマ送りして当たり探してもダメなんですよ。なんでなのだ？ね、連続して何ゲームもね、ブドウばっかり叩くと店のホルコンが異常感知してバレるんですよね。あの台当たってないのに子役でコインが異常に増えてるぞと。ホールコンピューターってやつか。そうです。で、そうならないように、わざと外れまで戻したりしながら探っていきますね。まあやればわかりますよ。ちょっとやってみたい。それでどのくらいで現場デビューしたのだ？全然覚えてないですね。確かね、10日とかだったかな。ではここからはごとしとしてデビューしてからのお話を聞かせてください。闇の砂門、初日はやっぱり緊張した？いや、もうバチクソ緊張しましたね。まあ、足に道具仕込んで店に入るわけですよ。で、ズボンで隠れてるから、まあ、絶対に見た目ではバレようがないんですけど、もう心臓バクバクっすね。どういう流れで仕事が始まるの？まあ、適当にジャグラー台を確保してですね。で、そしたらパチ屋のトイレに行くんですよ。緊張でうんこ漏れそうだから？いや、そうじゃなくて、まあ、最初はまあ、それもあるっちゃあるんですけど、ズボンの中に仕込んだソレノイドに糸をまず引っ掛けるんですよ。で、その糸をズボンの膝のあたりに開いた小さな穴から輪っかになってるとこを出して、
で、その輪っかを左手の親指に持つんですよ。で、台に戻って糸のその輪っかの部分をレバーに引っ掛けるんですよ。その糸って他の人から見えないの？めちゃくちゃ細いんで見えないんですね。確かね、0.05 ミリとか 0.03 ミリでしたね。そんなに細いのかよ、すげえな。まあ03は結構切れやすいんで、まあ、自分は05を使ってますね。この糸って布製じゃなくて金属みたいな素材でできてて、ちょっと光沢があるんで、光が当たっちゃうとこう結構目立つんですよね。だからマジックペンで黒く塗ってましたね。そんなに細いのに切れないの？めちゃくちゃ細いですけど、手で引っ張っても切れないって感じですね。それでレバーに引っ掛けてから周期を探っていくわけだな。そうです。で、そこからはまあ練習通り周期合わせて駒送りをして当たりを探るって感じです。最初からちゃんとできたか？そうですね、まあ結果から言えばできました。でもね、その練習通りにやってちゃんと周期が合ってくると怖くなってくるんですよね。うわ、今機械使って当たりに近づいてる、当たっちゃうよ、当たった瞬間に店員飛んできたらどうしようって思うんですよね。まあ怖いよな。でもね、現場に出た以上ね、3万円のリース代払わなきゃいけないんで、もうやるしかないんで、まあその現場では3万くらいに行って退店しましたね。一日のノルマとかあるのだ？いや、特にないですね。一日で何店舗くらい回るの？だいたい3店舗ぐらいですかね。じゃあ結構すぐ終わるんだな。まあそれがまあ、まあ終わるっちゃ終わるんですけど、いや、それがね、結構店舗から店舗の移動時間が結構あるんで、帰ってくるのは結局夜になりますね。なんで？パチンコ屋なんていっぱいあるし結構密集してない？まあどの店でもできるってわけじゃないんで、まあ埼玉、東京、群馬とかめっちゃ移動しますよ。そうなんだね。店員の目がきつかったり、感知システムが入ってるとこは当然できないんで。まあ確かにそうか。でも感知システムが導入されてる店かどうかってどうやってわかるの？台の上にデータ見れるやつあるじゃないですか。店員呼び出しボタンとか、ボーナスの履歴が見れるやつ。うん。その感知システムが入ってると、異常感知した瞬間にビカビカビカって結構点滅するやつが多いんですよ。だから新規開拓でいろいろ店回るんですけど、データカウンターが変な光り方した瞬間にコイン捨てて速攻で逃げますね。命がけだな、おい。まあ命がけってほどでもないですけど、まあ、新規開拓はやっぱ緊張しますよね。ごとやってて捕まったことないの？ないですね。いや、まああるっちゃありますね。と言いますと？いや、逮捕はされてないですね。ではそこら辺の話を聞かせてください。闇の外も逮捕されたことは一度もないってことだな。ギリないっすね。まあ、捕まりそうになったことはあります。それってどんな状況？これはね、今思い返してもね、結構運が良かったというか、まあ、鮮明に覚えてるんですけど、もう何度も抜きに行ってるパチ屋があって、その日も全然余裕で抜いてたんですよ。で、結構ジャグラーがバーッと結構台数並んでる店 で気づいたら同じ島に自分含めて5都市が6人ぐらいいたんですよ。糸見えないって言ったけど分かるもんなの？分かりますね。なんかもう5都市独特の雰囲気があるんで、あとやっぱ打ち方ですよね。すぐに分かります。それで、まあ、5都市がいっぱいいるなと思ってたら、背後になんか違和感を感じたんですよ。視線というか殺気というか圧ですよね。で、後ろ見たらそれっぽい人が5人ぐらい後ろに立って見てるんですよ。それっぽいってヤクザ屋さんみたいな？いや、じゃなくておまわりですね。私服警官っぽい感じの。でもこれ直感でまずいなと思ったんで、すぐに席立って機械外しに車に戻ろうとしたんですよ。そのまますぐに監禁して出ればよかったんじゃないの？いや、ダメっすね。毎回監禁するときは一旦車に戻って、体についてる機械全部外してから店に戻って監禁するんで。なるほどな。で、それで店出て少し歩いたら後ろからおまわりが追っかけてくるわけですよ。必死になって逃げるわけですね。で、足に機械の配線やらテーピングで巻きつけてるから走るのめっちゃ遅いんですよ。で、もうなんとかに逃げようと、もう住宅街まで走ったんですけど、で、そこでまあ力尽きて結局捕まったんですけど。とうとうお縄になったか。いやね、それがね、見逃されたんですよね。なんでだよ。まあそのお周りがね、なんで逃げるんだとか言ってきたんですけど、いや、後ろから知らない人が走ってきたらそれは逃げますよ、なんなんですかとかって言ったら、お周りが分かってるよなとか言ってきたんで、なんですか、やめてくださいとか言って抵抗したら、
あれも仲間だろとかめっちゃ詰められたんですけど、何言ってるか分かりません、やめてくださいとか言ってごねてたら解放されましたね。はぁ、あ、そんなことあんのかよ。いや俺もそんなことあんのかと思ったんですけど、まあ結局ですね、パチ屋側がゴトの機械持って店に入らないでって言ってるだけで、ゴトの機械持ってること自体は全くもって犯罪でも何でもないんで、まあ、仮に店の中で捕まれば建造物侵入かなんかでパクられるんですけど、もうすでに店の外にいるんで無理なんですよね。でメダルも換金したら詐欺罪だかなんだかにもなるんですけど、メダルも換金してないしもう店の外にいるわけだから捕まえようがないんですよね。ほえー、なるほどな。それでその後どうなったのだ。まあ息切らして運転手が待機してる車に戻ってその日は帰りましたね。パチンコ屋の駐車場に車止めてたらナンバーとか控えられてるんじゃないの。いやパチンコの駐車場なんか止めないですよ。近くのコインパか、まあ、コンビニかそこら辺で待機してもらってですね、まあ、レンタカーでパチンコに来るやつなんていないわけなんで、ワナンバーだとご年だって言ってるようなもんなんで。言われてみれば確かにそうだな。やばかった出来事はそれだけ。いやまだありますね。普通に店員に2回捕まりました。警察に捕まりそうになってんのによく続けるよな。いや時系列的に言えば警察に捕まりそうになったのが最後で、で最初はねデビューして結構すぐにバレてメダル没収されたんですけど、機械は没収されずにそのまま、ね、警察も呼ばれずに解放されました。で2回目は、パチ屋の事務所に連れて行かれて、まあこれはマジもう終わったなと思ったんですけど、それもね機械没収されただけで警察呼ばれずに解放されましたね。なんだか運がいいな。ですよね。まあでもだんだんと次はないなと思うようになってきて。ないってのは捕まるってこと？そう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 。だからね、そろそろ潮時かなと思うんですけど、やっぱり稼ぎも捨てたくなくて。月にいくらくらい稼いでたのだ。ね、150から200ぐらいですかね。そりゃもう普通に働く気はしないわよ。いやマジそうっすよ。だからね、人にやらせようと思ったんですよ。どうやって？事務所から機械かっぱらいましたね。おめえとんでもねえやつだな。具体的にどうやったんだよ。仲良かった運転手と共謀してやりましたね。捕まったふりして機械持って飛んだだけですね。そんなことして大丈夫なのかよ。そうですね、まあ捕まって帰ってこないやつなんてしょっちゅういたんで全く疑われないんですよ。それでそこからどんな感じで稼いでいったのだ。まずは部屋借りましたね。でそこにジャグラー中古で買ってきて練習部屋兼寝床にしましたね。練習ってずっとするもんなの？いや自分じゃなくて新しい打ち子に教えるためですね。ああなるほど。新しい打ち子はどうやって探したのだ。あいつどこで拾ってきたんだっけかな。覚えてないですけど多分知り合いの紹介でしたね確か。どんな人だったの？10代の若いやつでしたね。その人をアジトに寝泊まりさせて仕込んでいったのか。そうです。まあ俺がやってたのと一緒のことですよ。打ち子は1人？1人です。機械1個しかないんで。その体制になってからの稼ぎはどんな感じになった？いやだいぶ減りましたね。100万切る時もありました。まあでも自分で捕まるリスクゼロだし、何より精神的に楽になりました、ね、打ち子にはリース代いくらにしてたの？リース代じゃなくて上がり折半にしてましたね。でもそれだと換金したお金少なくごまかすこともあったんじゃない？それはないですね。打つ前と打ち終わった後のボーナスの履歴見ればいくら抜いたかわかるんで。確かにそうだな。それでその体制でのごと生活はどのくらい続いたのだ？1年ぐらいですね。1年も行ってなかったかな。じゃあそれでごとからは足を洗ったの？いや洗ってないですね。結局自分の身入りが100万そこらじゃ全然満足いかなくて、で他のことも始めていくわけですよ。何を始めたんだ？道具屋さんですね。道具屋さんってごとの？いや違いますね。詳しく教えてください。いいっすよ。今何ですか？3時くらい。闇の砂門ってことで山ちゃんはこの後用事があるみたいだったから一度バイバイしたのだ。その後の話もちゃんと聞いたの？バッチリ聞きやした。動画が長くなっちゃうからまた別で投稿しようかな。それがいいわね。あ、山ちゃんがコメント欄で質問あったら答えてくれるみたいだぞ。ごとしに質問なんて普通できないからいい機会ね。
アウトレイジ事件とかについても聞いてみたらどうだ。普通にパチプロとしても生活してたみたいだから、いろいろ聞いてみるといいぞ。ねほりはほり、いろいろと質問してみましょうね。コメント欄が盛り上がりそうだな。そうね。それでは今回も最後まで見てくれてありがとうね。ありがとう。バイバイ。